はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日もデュエルリンクスラジオのお時間でございます。本日のトークテーマはこちら、最強のノーマルカードランキング。数々生まれているノーマルカードの中でも特にマガマガしいほどね最強のオーラを持つカードたちについてトップ10発表していきたいと思います。UR ランキング、そして SR ランキング、そして R ランキングとやってきまして、最後 N ランキングでございます。視聴者の皆さんからも大変ご好評をいただいておりまして、ありがたい次第でございます。今回は満を持して N ランキングです。 N カードですね、一回モンスター編っていうので最強の方をやったことがあるんですけども、最強のランキングの方で今回魔法トラップカードも全部含まれてるっていうことでございますんで、ご了承いただければなというふうに思っております。 N カード基本弱いんですけども、たまにぶっ壊れあるんですよ、実はね、実は。なので、今回はそちらのランキングを発表していきましょう。では行こう。第10位、氷結界の三宝神。氷結界史上最強のワンキルカード、皆さんはこのカードご存知でしょうか。手札の氷結界を3種類相手に見せつけて、相手のカードを破壊しながら氷結界モンスターを展開するというカードです。このカード実装当時、実は氷結界というデッキが環境デッキだったんですよ。デュエルスタンバイというスキルによって手札を増やし、増やした手札を見せつけて三宝神を発動し、相手の盤面を荒らし速攻展開してワンキルするという氷結界ワンキルデッキ、これが高校で圧倒的強さを持っておりました。強欲なウツボというカードで初手を安定させることができたため、マジでぶっ壊れ級のデッキだったんです。今でこそインフレについていけてないカードですが、当時の環境では本当に強かった。ちなみに2020年の11月、令和にもかかわらず俺は氷結界デッキで KC ファーストを突破してるんだ。よかったら皆さん動画見てください。第9位、心眼の祭典。いやキモい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 、害悪の権化、心眼の祭典。こんなカードの何が強いのと思う方、実はデュエルリンクスでは定期的に害悪デッキというのが環境に顔を出すことがあるんですが、このカードはまさにその害悪耐久ダイレクトアタックデッキのお供でございました。どんな戦闘をダメージでも1000にしてしまうため、クソ雑魚ダイレクトアタッカーとの相性が抜群で、特にスカイ鬼人食いエイというモンスターとの相性が抜群でございました。ダイレクトアタックをすると自分スタンバイフェーズまで逃げるという仕様のため、次のターンまた殴れます。必ずね、ガラ空きになった場面はトラップカードで守り、さらにこの心眼の祭典があればダメージを1000に抑えることができるため、ディスティニードローを発動しやすくすることもできました。なんせ必ず1000ダメージにできるんで、攻撃を2回受けるだけ、簡単なお仕事です。フリックのリンゴやホーリージャベリンなんかのうざすぎる回復カードとダイレクトアタッカーとのコンボは、相手をしているのが本当に嫌になる性格の悪いデッキでした。ちなみに僕はこのデッキが使うのは好きでした。第8位、肥大化問題児登場。相手モンスターの攻撃力を倍にする代わりに直接攻撃ができなくさせるこのカード。直接攻撃ができなくなるなら、こちらはモンスターを出さなければいいわけですね。そうです、また害悪デッキの出番です。出番ですよ。この肥大化が採用されていたデッキは主にラバゴーレムやアマゾネスの剣士といった遊戯王界でも1、2を争う犯罪カードがエースとなっておりました。中でも相手のモンスター2体をリリースしてラバゴーレムを出した後に、そのラバゴーレムにこの肥大化を発動し攻撃力を6000にします。その6000となったラバゴーレムにアマゾネスの剣士で突っ込むという極悪非道なワンキル方法は、現在でも害悪戦術トップ3には入るであろう最悪の戦術としてデュエルリストに語り継がれております。第7位、遅延の道場。これなんで L なんでしょうか。どう考えても最初から規制前提の L ですよね。6部が出ただけでカウンターが乗り、カウンターの数以下のレベルの6部種をデッキから特殊召喚できるというカード、そもそもデッキから特殊召喚している時点で少なくとも N ではないんですよね。何を血迷ったんですでしょうか。このカードは N です。もちろん風魔がデッキから出てきて支援に到達するわけですが、現在ではこのカードはリミット2に指定されておりますが、6部種環境においてはこのカードもちろん3積みができました。驚異の先行支援成功率です。6部衆環境では高校は甘えと言わんばかりのまさに遊戯王はじゃんけん状態。ちなみに6部衆が発売された直後の KC カップでは2回に1回6部衆と当たる地獄の環境でございました。なんだ怖、
令和かと思ったら戦国時代に到達していたぞ。おい龍、お前タイムアップしてねってね。ジンかな。え、最近の KC カップも2回に1回正眼だったって。あー、デュエルリンクスって何も変わってねえな。第6位リーフフェアリー。出ました、先行ワンキル界の申し子。先行でこいつに装備魔法をいっぱいつけて外して、先行で4000ライフを削り切るというあの極悪戦術の申し子です。ブラックペンダント最強、妖刀竹光最強、黄金色の竹光最強と、いつの時代も先行ワンキルは規制されます。もはや先行ワンキルが遊戯王なんだから規制とかしてるのバカらしくないとある人は言います。遊戯王は高度なジャンケン、まさにその通り。もうどっちが先に先行ワンキルできるかのゲームとして世界大会でも開いたらどうですかね。まあ、僕見ませんけどね。第5位魂のカード。実はこのカード隠れ最強サーチカードなんです。 OCG では見向きもされないようなこのカード、リンクスにおいては初期ライフが4000であることから、このカードでサーチできるカードの範囲が非常に広いんです。例えば4000ならネフティス、 LP 増強アルファを使ったら5000にしてデスペラードなんかもサーチできます。つまりデッキに実質デスペラードリボルバードラゴンが6枚入ってるなんていう夢のような構築も可能なわけですよ。リンクスだからこそ活躍できる、そんな魂のカード、僕はこのカードかなり好きですね。第4位ミズジャッジ。これはカードが強いというより、そうどう考えてもスキルが強いせいで強くなっちゃってるカードの1枚です。スキル絶対運命力のせいでアホみたいに強いカードです。絶対相手の効果何でも止めるって頭おかしくない？しかもレベル4で即出しできて地味に攻撃力1800っていうね、高えだろ。せめて攻撃力180にしろ。第3位ガーディアンの力。言わずと知れた最強の N カード装備魔法。攻撃するたびに、もしくはされるたびにカウンターが乗り、カウンターがあると破壊耐性を得て、さらにモンスターの打点が500アップするというぶっ壊れ仕様。低ランク帯であればとりあえずこのカード装備してぶん殴ってるだけで多分デュエルリンクス勝てます。リンクスではフリー耐性にはびこっているリンクスの闇ことボットがガーディアンの力を無限に装備して無限に殴ってくるんで本当に深いです。本当に深い。ボット同士で戦わせることによって50億デュエルを達成した神ゲーデュエルリンクスですが、コナミさんはさっさとボット同士を戦わせる機能をフリー体制の下に作ってください。もしくはもうボットを配布してください。第2位ムーンライトクリムゾンフォックス。これ N ってマジ？これ N ってマ？効果で墓地に送られると相手の攻撃力をゼロにできるというこのカード、このカードに泣かされたデュエルストは5000万人いると聞いております。このカードのいけないところはムーンライトデッキだけではなくシンプルに出張しちゃうっていう点ですね。ネオスフュージョン、それから儀式、それからサイバーダッカロンなどの効果で墓地に送られても効果を発動することができてしまうこのカードは圧倒的相性の良さによって他のデッキにいろいろ出張しました。通称ネオスの愛人とも呼ばれておりまして、ネオスさんはキツネとの縦貫が大好きな模様です。誰かネオスさんそろそろ逮捕して差し上げろ。第1位カップオブエース。本当に深いだ、本当に深いだ、ただただ深い。採用の初手カップオブエース率は異常ひどいと、カップオブエースからカップオブエース引いてカップオブエース打ってくるしね。カップオブエースにもちろん罪はありません。悪いのはそう、絶対運命力とかいう意味不明なスキルを考え出したコナミの社員だ。まあ社員が考えてるか知らないけど、こんなスキルがなぜ許されると思ったのか、小一時間解いてらっしゃい。謝ってほしい、全国のデュエリストに謝ってほしい。一緒に謝りに行こう。俺はお前を救いたいなあ。絶対運命力を考えたコナミ社員、俺と一緒に北斗無双を打たないか。連絡待ってるぜ。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。